シェイクイスマイル・ティオテはコートジボワール・ヤムスクロ出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィルダー。トゥエンテ時代のティオテ1998年にコートジボワールにある FC ・ビボーのユースチームでキャリアをスタートさせた。2001年にベルギーにある CS ・バイスのユースチームに移籍した。2005年にスカウトされベルギーの RSC ・アンデルレヒトに移籍した。デビュー戦となった。 ベルギーカップのゲイル戦でペナルティーキックを失敗し敗北した。数少ない試合ながら UEFA チャンピオンズリーグのレアルベティス戦にも出場した。2007から2008にオランダのローダ・ジェイシーに期限付き移籍した。ローダでは26試合に出場しまずまずの活躍を披露。残留することを熱望されたが希望金額の折り合いがつかず2008年6月12日に FC2 エンテに移籍した。2010年8月26日、オランダリーグ優勝を決きみ上げに、イングランドのニューカッスルするユナイテッド FC に移籍した。9月18日、エバートン FC 戦でデビューを果たした。2017年2月7日、中国、高級リーグの北京空港属級クラブへ移籍。同年6月5日、トレーニング中に、 心臓発作を起こし救急搬送されるも、そのまま30歳で死去した。2009年8月12日、2010FIFA ワールドカップ、アフリカ予選のチュニジア戦で代表デビューを飾った。2013年2月3日のアフリカネーションズカップ2013、準々決勝のナイジェリア戦で、同点ゴールとなる代表初得点を挙げた。2013年10月、 偽装された、運転免許証を所持したとして、懲役7ヶ月、執行猶予18ヶ月の有罪判決が下された。コートジボア、ルの中では、イエローカードの通算枚数が語り草。元コートジボア、ール代表 MF、ティオテが休止。ブラジル W 杯では、日本戦にも出場。サッカーキング。2017年6月6日閲覧。ティオテ、偽造免許証所持で、 有罪判決ゴールドットコム2015年1月15日閲覧ありがとうございます。